紫のゆかり、または紫のゆかりの物語とは、源氏物語の衣装。源氏物語が成立してから間もない時期に書かれた、さらしな日記以来しばしば使用されている、源氏物語の衣装である。紫のゆかりの時代的に最も古い要例として、知られているものとして、さらしな日記の中に記された、紫のゆかりがある。そこでは、作者、 菅原高末女が最初に手に入れて読むことのできた、源氏物語の一部をこの、紫のゆかりと呼んでおり、最初にこの、紫のゆかりを読んだ後、続きを読みたい、あるいは、源氏の物語を、一の巻より読みたいと願ったとされている。このサラシナ日記に記された、紫のゆかりが、どのような、源氏物語の一部であるのかについては、具体的な記述は全く存在しないため、 現在、若紫と呼ばれている巻一巻のみであるとする立場からわずかに欠けるところはあるものの、現在見られるような54条からなる、源氏物語全体にかなり近いものであろうとする立場まで様々な説が存在する。安倍昭雄は、自身の論文、源氏物語の執筆の順序において、源氏物語第一部の前半が執筆された順序について、 という執筆順序を想定した。安倍は、源氏物語に、上記のような成立過程を前提にして、この、紫のゆかりについてという条件を満たす必要がある。ことから、この、紫のゆかりという故障及びその実態は、先行して成立していた、若紫から始まる一部分のみを含んだ写本が、流通していた、痕跡なのではないかとしたことがある。 源氏物語の執筆の順序とは、源氏物語の成立過程について考察した論文である。当初以下のように、学術雑誌に2号にわたって掲載された。この論文はこれ以後青柳の見解が、源氏物語の末期に原動力をことにする2つの系統の存在を認めつつも、成立論的観点からの説明を放棄するという方向に大きく変わったこともあり、同人の著書、 論文集には収録されることはなかった一方で、その研究史上の重要性から、現時物語関係の既発表の主要論文などを集めた以下のような書籍に繰り返し収録されている。武田総春にとって唱えられた玉かずら傾向期、挿入説をはじめとする様々な現時物語の成立論が一時期大きな議論を呼び起こしながらも、明確な結論が出ないままで議論が低調と、 なななっっってししまたた理由ののつににこここれれらら説に外部的な証拠ががが存在しなかったことと挙げられることがあるあそのような中で、安倍説の言うように、さらしな日記に記されている、紫のゆかりなる記述が、若紫グループのことを意味するのであれば、平安時代中期には、最初に執筆された若紫グループだけを内容と、する、源氏物語の写本が流通していたことになり、 源氏物語全体が成立する以前の時期の源氏物語の電波の実態を伝えている可能性のある大変貴重な記録ということになる。ありがとうございます。